どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日は、スタイリング剤の紹介と、三つ編みとかした時に綺麗にこう髪の毛の束感が見えるようなスタイリング、なんかどれを使えばいいかみたいな感じのをちょっとやっていきたいと思います。でいつも僕使ってるやつをちょっと今日ご紹介するんですけど、まずこのリレイっていう、バームですね。なんかこういうちょっと柔らかめのバームなんですけど、なんかどちらかと言ったら硬いのとか面倒くさがり屋さんとかには結構僕使えるかなっていうやつで、で猫っ毛の方だったり髪の毛がちょっと細い方は結構使えるかなっていうスタイリング剤です。でちょこちょこ使ってるこれ N ドット、このバームなんですけど、これどちらかというと硬いんですよ。硬いんで、なんかこうなじませてなじませてつけていくと仕上がり的にはある程度一緒なんですけど、なんか最初のつける時に、硬いか柔らかいかみたいな、なんかその違いで僕は使ってて、結構手っ取り早くやっぱりこういう動画撮る時とかは手っ取り早くこう髪の毛、手になじめばいいかなと思うので、だから基本的には僕これ使ってます。性能的にはあんまり変わらないかなと思います。でその次に、最近ちょっとまた使ってるんですけど、このオイル N ドットのオイル、これがどちらかといったら普通のオイルっていう言い方はあれですけど、オイルなんですけど、かなり髪の毛になじみます。なんで、どちらかといったら髪の毛が、ちょっと太い方だったりとか普通毛の方が結構使いやすいかなと思うので、もちろんつけたら結構なじみますし、なんていうんですかね、潤いだったりも結構しっかり出るので、少量でも全然いけるかなと思うので、どちらかといったら髪の毛がちょっと太めの方だったりとか普通毛の方向けの、オイルかなと思います。で最後これソルティール、これタマリスのやつなんですけど、これはどっちかといったらなんかちょっとワックス気質というか、少しだけスタイリング効果があります。でなおかつちょっとウエット効果があるので、どちらかというと僕これ使う方はミディアムとかショートのアレンジの方で、やるかなっていう、なんかちょっとしっかりめにキープしたいなっていう方だったりとかは結構これ使うんで、これもどっちかといったらそんなにすごい硬いわけにすいません、全部使い差しで申し訳ないんですけど、どちらかといったらこうワックスみたいな感覚で取れるんで、そんなに硬くもないし、こっちのバーム、このリレイのバームよりは硬いんですけど、こっちのこう N ドットのバームよりはちょっと柔らかい感じで少しワックスタイプになってるんで、今日ちょっと三つ編みのアレンジで三つ編みをした時にこうなんていうんですかね、パサつきだったりとか出した時にバサバサになったりとかするんですけど、それをならないようにするにはじゃあどのスタイリング剤使えばいいのって結構皆さんなってるかなと思うので、ロングとかで結構このお人形さん結構普通の髪質をしているので、どちらかというと僕はこっちのこういう N ドットのオイルを使ってやっていくんで、これをつけてどっちかといったらなんかどんだけ収まるかっていうのを今日ちょっと検証していきたいというか見てもらいたいかなと思うので、ちょっと三つ編み普通にやるバージョンとこれつけるバージョンちょっとやっていくんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。今これも何にもしてない状況ですね。もうそのままの状態です。でここでまず三つ編みをやっていきます。で自分でやられる時とかは多分真後ろでやるの結構難しいかなと思うので、ちょっと多分こう横気味に前に持ってきてやると思うんで、その方法で今日はちょっとやっていきます。で大体3つに分けますね。で3つに分けて三つ編みをやっていきます。交互に。で最近のなんか三つ編みってそんなにこうギュッギュッと硬い感じというか、しっかりめに編まないのが多いかなと思うので、ほんのり少しだけこう力を緩めながらやっていくといいかなと思います。でもう毛先の先まで編まない感じが結構多いかなと思うので、少し毛先をこう出しながら三つ編みしていきますね。で留める位置ももう三つ編み終わったところでここでちょっと留めていきます。この辺りぐらいで留めちゃいます。で次にこれをちょっとほぐしていきます。でほぐす時のポイントが、絶対にゴムの部分を片一方の手で持ちます。でゴムの付近からボリュームを出していくんですけど、このゴムの部分をこう持たないでやっちゃうと結構崩れやすいんで、結構その辺は気をつけてください。で片一方の手で持って、まあ、自分でやる時も同じ感じでやってもらっていいと思うんで、まずはこの側面をちょっとずつ出していきます。でなるべくこう編んだところを出していくとやりやすいかなと思うので、その部分を出していきます。で大体引っ張る幅もう 2mm ぐらいの幅で引っ張っていきますね。でこっち引っ張ったら次こっちの交互でやってあげるといいかなと思います。あまり太めに出しすぎてもなんかすごいこう何て言うんですかね、崩れてるように見えるかなと思うんで、なるべく細く出して、で後からこう太く出すことも全然可能なので、最初はもう 2mm 幅ぐらいで細く出していきます。こんな感じでできましたね。でこう横向いた時にこうどちらかといったらこう平面になってしまうかなと思うので、ここの縦のラインですね、この今は横の部分出したんですけど、次はここの縦の部分を出してあげた方が可愛いかなと思うので、この編んだところの真ん中の部分どこでもいいので出していきます。これもだいたい 2mm 幅ぐらいで、縦になるところであればどこを出しても大丈夫です。まあ、縦に引っ張るみたいな感覚ですね。でやってあげると可愛く見えるかなと思います。多分ちょっとこう立体的に見えるかなと、まあ、余裕があるんだったらこの内側の部分も出してあげるといいかなと思います。はい、で全部出し終わりました。なんかどっちかといったらこう毛羽立ちみたいなのが多分ちょっとわかるかな。なんかこう細かい髪の毛が出てきやすかったりとか、なんか結構いろいろパサパサって見えるんですけど、あんまり綺麗に見えないかなと思うので、やっぱりこういう三つ編みとかする時とかも何かしらつけた方が絶対綺麗に見えるんで、そこでいるのがやっぱりこのエヌゾットのオイルが僕は一番、こういうロングヘアの髪の毛だったりする方は結構つけるんで、まあ、これをつけたバージョンで1回やっていきます。で次に N ドットのオイルをつけていきます。だいたいこのぐらいで、最初は毛先をまず中心につけていきます。あんまりこう上を先つけすぎるとちょっとベタベタになっちゃうんで、なるべく毛先中心にさーっとつけて、まあ、できればなんですけど櫛とかでちょっと溶かしながらつけてあげるとまんべんなくつくかなと思うんで、ちょっとひと手間やってあげるといいかなと思うんで、できたら櫛だったりとか、まあ、ブラシとかでやってもらうと結構綺麗に見えるかなと思うんで、まずその状態まで持っていきます。だいぶちょっとツヤが出た感じですね。この状態でさっきの三つ編みのほぐしをやっていきます。はい、じゃあこれで三つ編みをやっていきます。さっきと同様で少し横向きに持ってきて3つに分けて編んでいきます。さっきと同様であんまりきつく結びすぎないようにやるといいかなと思うんで、少しだけ緩めにやってあげます。多分もうこの時点で結構ツヤが出てるんで、あんまりこうパサつきだったりとかもちょっと出てきづらい状態にはなってるかなと思います。でさっきと同様、あんなところを持って毛先はこれぐらいちょっと開けた状態でゴムをまたこの辺りですねで結んでいきます。こんな感じで。でさっきと同様、このゴムの部分を持ちながらだいたい 2mm 幅ぐらいでボリュームを出していきます。自分でやるときはもうペペペペってやってもらっても全然いいんで、ちょっと動画なんでちょっとゆっくり分かりやすく一応ボリュームは出してます。で下からやっぱりこうやっていくことによって結構上の部分とかも出しやすくなってくるかなと思うので、なるべく下の部分からボリューム出してあげるといいかなと思います。でこっちの縦の部分ですね、縦の部分も同様に少しボリュームを出していきます。でこうボリューム出しやすいところだけでいいかなと思うので、そこの部分を重点的に出していきます。これぐらいの縦のラインができて、で内側の部分ですね、内側の部分も同様に出していきます。こんな感じ。多分もうさっきより多分見た目がめちゃくちゃ綺麗に見えるかなと思います。そんなにパサつきだったりとかこう毛羽立ち感も出てきてない状態になるので、まあ雨とか降ってきたらわって出てくるんですけど、そういうのもちょっと抑えれますし、僕はできたらこういう編み込みだったりとか、まあ、三つ編みだったりとか、なんですかね、こうアレンジスタイルは絶対何かしらスタイリングつけてあげる方がやっぱり綺麗に見えるので、変な話巻かなくても別にスタイリング剤ついちゃえば結構アレンジ綺麗に決まったりもするかなと思うので、またなんかそういうアレンジどんどん作っていきたいと思いますので、今日はスタイリング剤のいつも使っているスタイリング剤の特徴と、三つ編みだったりとかをした時に毛羽立ちこんなに出ないですよっていう比較の動画をちょっとやらせてもらいました。またリクエストだったりとかコメントあったら是非言ってください。またよろしくお願いします。ではさようなら。